囲碁中流のダラダラゲームチャンネル。うちの味はここの鉄くずを盗む。じゃあまあ次どこ行こっかな。あ、そうだ、このなんかあったね。ちょっとここまで飛んで。さてさて、これあれなのかな。あ、そうだ、もう一個持てるようになるやつ。あ、当たった。よし、取ろう。よいしょ。そうそう、それでもう一人雇えんのかな。雇ってみようか。ここでは気をつけなさい。オリビア・スタウト。まあいっか、とりあえず行くべ。ブーマこれ乗れんのかな。乗れるね。次行く場所はと、ここね。あ、そうだ、連れ出し。あ、危ねえ、馬引くとこだった。連れ出しサイロブルコ。おいおい、マジかよ。やるかい。で、ついだしこのサイル壊してこようか。荒ぶってんな。で、あ、敵。あ、敵だね。近づくとか、しょうがないな。ゴーマイト。これでいいや。よいしょ。さあさあ、この先には誰がいるのかなと。おお、事故です。あれ、民間人。救出したつもりはないんだけど。はーい、降りよっか。
めてくれ。見事な働きだ。しかしエデンズゲートは黙っていないだろう。こちらが押せばもっと強く押し返してくる。ジョンは飛行機で空からお前を見つけようとし、武装車両で行く手を妨害してくるだろう。気をつけろ。何その危ない話。なるほどね。よいしょ。なんでいつもこっちから乗るんだろうね。日本人だからかな。おー、やべ。あ、いて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 。下手くそか。まあいいか。とりあえず山の上にいるよくわかんないおじさんに会いに行く。まあいいか、うん、こいつか、よいしょ、へい、ボンバー、わあ、やばい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 、もう危ないじゃん。へえ、ふんふんふんって、はい、スポーン、おっと、やべやべ、ああ、まあしょうがねえな。まさかと思うが、ブーマー助けてくれんのか。助けてくれた。あ、勝て。なんだこいつ。いやー、くっそー。これはやばいやつ。あ、武器。武器だけど、ブーマー助けて。ブーマー、やじ、ブーマー、ナイスブーマー。いやー、もうダメだ。ああ、これはダメなやつ。逮捕に向けた動きがあったとのことですが、保安庁が…やっぱり弓矢は持っときたいね。引き続きなしにそのような行動に出ることはありえないとの声明を発表しました。気がやべえな。おお、危ねえ。あ、大丈夫か。完全に剣も引いてんな。
あんだけ爆弾引いたけど。やばいやばい。ズマびっくりしたよね。あ、見つかった。やべやべ。なんでこいつないんだ。買って。やられすぎやな。隠れる暇もなく敵がいっぱい来るな。っていうか、アーマー買った方がいいか、これ。っていうか、敵がやべえな。
ああ死んじゃった。まあいいか。撤収。めっちゃスポーツカーあるじゃん。おやっべ。逃げたか。車捨てちゃってどうした。ああ。教会でうちのスナイパーがカルトに包囲されたわ。グレースはタダでやられたりしないはずだけど、援護が必要ね。ほうほう、じゃあ雇いますか。こっちから攻めていかなきゃ。こちらグレース。あ、これがグレースか。そうだ、結局ここ行ってないの。山登りだけど、やべべべべべべ、よいしょ。あ、やべ。あ、たまね。とりあえず日本の中突き切っていくか。道出るとマジで危ないから、ね、さっきから。鹿がいる。
か。そんなに弾ねえな。エリカ。弾が補充したいの。なら助け合える。お前のことは知ってる。何をやってるのかもな。ウィリス・ハントリー特別捜査官だ。関係者はしばらく前からエデンズゲートを監視してる。上からの指示でこの件は俺が担当する。だがラングレーの青二歳どもによると、現代は共有経済の時代らしい。助けが欲しければまずは役に立ってみせろ。トルコ風サウナと一緒だ。お前が俺をやってくれるなら俺もお前をやってやる。なんか違うな。なんか違うなって。車に乗れ、説明する。車から流れてたんだ今。俺は休暇を取り、愛国者として50の州を順番に回っていた。その時に連絡が来たんだ。そして特殊任務のためにここに送られた。ビッグマンからの命令だ。すごいことだ。この話をするだけで半立ちになる。おっと失礼。テープを回収した。下品。これが公表されれば彼の面目は丸つぶれだ。ジョセフの家族の一人がそのテープを持っている。奴はそれを隠した。そこでお前の出番というわけだ。俺は他の奴らを誘導する。お前は奴の後を追ってくれ。必ずテープを発見し回収してほしい。国のためにやるんだ。カルトの問題程度のことは国が解決してくれる。程度がやばいから。あ、おお。法人組織のカルトは見たことがない。大抵のカルトはワンマンだ。エデンズゲートには CEO と重役とも。ブーバーが引かれたぞ。おい、もう下品なやつだな。絶対やばいだろやっぱり。おとなしくていいよな。狂犬病になったら話は別だ。この塔にある装置にアクセスするんだ。カルトの奴らを根絶やしにしてやれ。よっと。綺麗にするのはシャワーも浴びてないヒッピーより AR15 の方が早い。そんなに崩壊が見たいなら俺が手伝ってやる。食べない魂は隠せない。さあさあ、あいつがおとりになってくれてる間に。
うまいこと言ったな。よいしょ。これかな？違った。ブレッパーの山だった。まあこれはこれで。で、これか。あれ、これじゃなかったっけ？確保か。みんな武器を構えろ。ブーマーじゃねえ、お前かよ。ウィリスかよ。これで生涯の友だな。うるせえよ。マジうるせえよ。ロケットランチャー持ってないもんな。爆弾手に入ってもな。忠告だ。ベッドが濡れた。繰り返す。ベッドが濡れた。誰だ？どうしてこの周波数に？説明してる暇はない。お前たちのバンカーは侵入された。すぐに移動しろ。クソ。ボイドの家にヘリを送ってくれ。あとは何とかする。よし、ビンゴだ。尾行を始めるぞ、ファンカー。ボイドの家に行き、標的。ヘリが来た。ジャンプスーツを持ってるなら塔から飛び降りて追ってくれ。持ってなければさっき見かけたバギーを使え。再開。もっとバギーなんてあったかな。あれか。待て。見事だったぞ、保安官。さあ、塔に来てくれ。忠告だ。ベッドが濡れた。繰り返す。ベッドが濡れた。誰だ？どうしてこの周波数に？説明してる暇はない。お前たちのバンカーは侵入された。すぐに移動しろ。クソ。ボイドの家にヘリを送ってくれ。あとは何とかする。よし、ビンゴだ。尾行を始めるぞ、保安官。ボイドの家に行き、標的がヘリに乗ったら後を追ってくれ。ええか？皮肉に聞こえるかもしれないが、血を流すのはダメだ。偵察だけだぞ。指示がない限りターゲットと交戦はするな。時間通りにヘリが来た。ジャンプスーツを持ってるなら塔から飛び降りて追ってくれ。持ってなければさっき見かけたバギーを使え。再開。あれ、よいしょ。あ、痛い。
バギー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 。楽しい乗り物やっぱ楽しい。間に合わなかった。最悪や。よし、あいつをヘリに乗せてやれ。ええか、やつがテープをどこに隠してるか探り出すぞ。殺しなんてどんなバカだってできる。獣と人間を隔てるのは諜報活動だ。あ、見つかった。そのままお逃げ。すぐ下に逃げろ。結構難しいんだよな、それにしても。こうやって走ってるのは楽しいんだけど、よいしょ。標的はホテルの従業員だった。ラグジュアリースイートの客を詮索しすぎて、ケツに火がついたんだ。ああ、下品な表現だが、その男はクレムランディアを逃げ出し、アメリカに逃げ込んだ。当然、ジョセフが奴を見つけ、隠れる場所を提供した。あのヒゲモジャの神様もどきに、大ボスと交渉するカードを与える気はない。密林したやべ。うわー、怖い。ちょっと派手に行きますか。
こんなもんか。人が倒れてる。いいね。あ、これか。こんなもんかな。こんなもんだね。よし、上がろう。よしよしよ。大統領、テープの回収に成功しました。今なんと。本当ですか？参謀長？喜んで。12時間後には到着します。すまない、もっと大きな魚を釣らなきゃならなくなった。これ以上ここに時間を割いてる暇はない。昔のアメリカでは約束は必ず守られた。だがここは今のアメリカだ。確かにお前は助けを求めていた。だがこれがアメリカなんだ。そういえばそばがこんなことを言っていた。片手に希望、片手にクソ、人生そううまくはいかないよとな。ああ、祖母に会いたくなった。それじゃあな。何なんだよ。